ラストですすお願いいいしまはちょっと名残惜しいけどラストですけどす、はい、お邪魔します。はい、<laughs> ということでね。<laughs> はい えと今回ラストなんですよ。1年間やってきましてね。軽いって。あのあれあれその泣くの我慢してるから。そういう明るさあるやん。ああそうそうみたいな全然全然。そんな感じじゃないですその我慢のし。嵐さん皆さんね本当にありがとうございました1年間。まあまあね。 一旦ラストということで最終回ですけど別に特別なことはしまへんしまへんそういうの寒いから普通にそうそうそうまだ続くかのようにいやだってそれはね逆にだって何やんのって感じだからさハードル上がりすぎるとか最終回そうそうそう何かもう普通にやります普通に全然そんなもんねえまあまあ最近あったことを話しますかああはいはいはいそうか なんでしょ週間ほぼんか負けちゃったなそうやな俺は休みもあったけど何やったっけそっか解答者回答者か回答者送月オールでね大喜利のライブ大喜利と演劇みたいなちょっと難しいライブにちょっと出まして演劇演劇セリフとかあんのいやちょっと配信とかも売ってるから難しいんやけど説明そうお客さんが全員 タ袋かぶってたりとかかえそのなんほんまめちゃくちゃ難しいやししおもろかったで多分普通にめっちゃ楽しい配信買ってくださいちょっと今やってるんでそう羊ネイりと昼の部が羊ネイりとナユタナユタ大学生と僕で夜が九番街とダイヤモンドさんとカノさん 佐野さんがみたいなんでもう同じ回答者っていうのでやりましたけどなるほど昼夜公演あってそうそうそうどっちも送月ホールで、うん、お客さんいっぱい入ってましてうわあすごいそうやなー大喜利やん大喜利やな大喜利もう俳優さんとかもちょっと出ててみたいな結構しかもそれを一切リハとかなくほんまに何も聞いてない状態でや,、うん、やるっていうやつでもうお題とかもそ,その場で作られて即興でも,もちろんその場でうわそう

誰やっけ9番が入れとろう誰誰みたいになってダイヤモンドさんってなってて昼公演のところに羊寝入りなゆたで本来ならパンプキンポテトフライ谷拓哉かなと思ったらもう谷拓哉と書いてましたからおなか当てだなそうそう俺はなんかお前が本格的にピンの仕事取りに行ってんのかなと思ったけどもこっちの指導じゃないのあないのああよかったよかったそれ多分そのまあコンビ名が長いからうん ああ文字数の関係とかかもそのお前がもうお前のこと知らんかお前知らん知らんか俺を知らんというかお前を谷拓哉として認識しているそれやったら悲しいね文字数やろ長いからねそうだってほしいわまあなんかいやそれもあってなんやろうなハイカロリーやったね アイカロリーねケビンさんとママタルトさんと俺らで大手町の読売ホールみたいなそうね読売ホールそうアッコでねやらせていただいて三組だけでねスリーマンライブめちゃめちゃ入ってたねお客さんねなんかちょっと感動したというかさなんか異様な盛り上がりだったなちょっと怖い方おーみたいななんかすげえなみたいな単独とかさやったんとか結構前やん俺らで ツーマンライブもなんかちょこちょこやってたけどさまあ半年以上前久しぶりになんかこののあ6人だけとかであんなキャパのところでやったみたいなイメージやってすごいなと思ってすごいよなこんなオンエア見に来てくれる人圧あるというかねお笑い好きやなというかお笑い好きなんか分からんけどそうやななんか熱い人いっぱいすげえなありがとうございましたいやありがとうございましたはいからあとあれっすかね あれがさらばさんの YouTube。ああ、出てたな。またね。あの、えフライデー襲撃。あれなんやってんのあれめっちゃおもろかった。ちょっとフライデー襲撃行ってきましてね。あの、たけしさん以来の森田さんを殿としての、令和のフライデー襲撃。えー、そうやね。で、えなんだっけ、枝豆さんが、ポジションで言うと、兵六さんと、さんとみたいななんか、え大崎が誰か。えーと、 チャンピオンズの大崎、ねのね、がもう予防みたいなのあって、うん、えで森山さんとか見取り図森山さんとかを「義太夫来いよ」みたいなとかやっててお前は誰やったっけ俺らしゃいたまえとして襲撃に行きました,、ね、<laughs> たそれ見てくださいまだ上がって1日ぐらいしか多分たってないんで新鮮に。<laughs> 俺なんもしてないですけど、動画、動画おもろいんで普通に、襲撃のために用意していくとかも面白い。そうそうそう。で、なんかもう、でしろが真っ黒しかないから。しかも、あの電話、森田さんから。悪ノリ電話かかってきた時、お前撮ったからな。そうそうそう。ラジオとってて、そうそそ他のラジオとってて。ちょうど終わった時に、森田さんにかけ直して。やったから。 そそううあのあとああなったっていうお前はそういううそ見るよな俺編集めちゃめちゃ早いやんと思って2日前とかやないやそそうう1日2日で編集したあれ40分50分ぐらいの動画あげてすごいあれマジですごい面白かったいや面白かったあれはまあそんなことでねでも最終回ということで普通オタがね たくさん来てるんで。あ,ーありがたい。ちょっと早めに行きますね。お願いします。はい、それでは今週も行きましょう。パンプキンポテトフライの剣。はいね、これルパンの音楽や。<あ>ルパンもね。も 最初から聞いてくれてありがとう,う。もう外国行ったわ。一 <laughs> <laughs> 年ってすごいな。ルパンが外国行ったわ。<laughs> 仕事を辞めて外国行ってるから。外国行った。行った。一本持って行ってんのよ。ハゲギター。そ <laughs> う、ね、いハゲギター。<laughs> ターね。あり,ありがとう、なルパン。ありがと聞いてくれてるかな。はいえー、じゃあいきますね。ほんまに。 たくさんあるんでサクサクいきますラジオネーム「リネンのハンカチーフ」「谷さん山名さんこんばんは」「第1回から毎週密かに楽しみにしていた剣が今回で最終回と聞いて初めてメールさせていただきましたありがとうございます僕が剣でなぜか印象に残ってるのは谷さんがパチヤで財布をなくして隣のババアに持ち玉を分けてもらった話ですあったけどいやあったけどそうか1年やな今まで楽しませていただきありがとうございましたパンポテのラジオの復活演出待ってますステッカー希望です ありがとうございます送りましょうステッカー,ッカー初メールありがとうございますありがとうそうかあれも一年以内の話かそうやまだ持ってないからね <laughs> 俺の財布吉井 <laughs> さんにいただいた小銭ではまだ使わせていただいてますけども、うん、ありがとうございますありがとうございます、えー、ラジオネーム パチカスの元カノ。パチカカスの元カノ <laughs> 谷さん、山田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ぎが終わってしまうと知り、いても立ってもいられずメールさせていただきました。私がぎを知ったのは、つい1ヶ月ほど前のことです。谷さんの軽快で心地よいトークに、うん、山田さんの優しい相づと笑い声、すぐにお二人のことが大好きになりました。うん、そんな中、ここ数年で一番苦しい出来事が起き、絶望していた際。 私はスクール・オブ・ロックにメールを書いていました。する、うん、と不思議なことに悩みが文字になることで苦しみがめちゃくちゃ和らいだのです。うん、剣のおかげで書くことの癒し効果を初めて知りました。うん、その後も自分が何に悩んでいるのか、夫がどれほどくそったれなのか、もしパンポジさんからお電話来たら何を話したら楽しんでいただけるかなって考えているうちに私はすっかり元気を取り戻していました。うん、まだ半分ぐらいしか過去,過去回を聞いていなかったときは木曜日に電話が来るかもしれないと思って人生で初めて。 神に木曜日がかっこ土日休みの多くの会社員は木曜日の朝が一番疲れていて大嫌いです。うん、あそうな過去回全部聞いた後は月曜日の夜にワクワクしたりもしました。うん、息子たちがもう少しだけ大きくなったら絶対絶対ライブにもお伺いしたいと思っています。パンポツさんのおかげでほんまに命拾いしました。えー、これからも応援しております。スポンサーさんつきますようにステッカーめちゃくちゃ欲しいですということで。 ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そうか。さあそうね。なるほど。結構な。いや、腐す感じでもなかったなかったよ、なかったから。よかったとは思ったけど。腐す感じは全然なかったから。ありがとうございます。いや、ありがとうぜひライブも来てください、大きくなったらね。ちょっと言って、その時パチカスの元ことで。 これだから谷さんと話して「うん、悩み和らぎました」よりめっちゃいい発見やからな俺が何回も電話つなぐことはないわけやからさでなったら書くことで悩みが減ったっていう発見はつな、うん、ぐより意味あるからめっちゃ良かったですね、うんうん、それはありがとうございます。 ラジオネサヤエンドー数か月前から剣を聞き始めて過去回も聞き直していたところに番組終了のお知らせ正直めちゃくちゃ寂しいです丁寧な文面のメールとゆるい雰囲気のお二人のギャップがツボでしたステッカーくださいということすありがとうございますう最近聞き出した人も結構いてるん,な,そうやな,んなんかで見たやろな、うんえー、ラジオネームファジーマーブルファジーネーブルみたいに <laughs> <laughs> おい最終回の日最終回のい最さんの <laughs> ん最終回のん最終回の日最後の最後とのことでメメールさせていただきますメメール 1>, 1年間タニさんスタッフの皆さんお疲れ様でした、うん、私は特段パンパテのファンではありませんでしたが、うん、最初から聞かせていただき楽しませてもらいました、うん、タニさんは毎週楽しいエピソードを用意してくださり安定の面白さでしたが、うん、山名さんは最初から何も変わらず えー、谷さんやスタッフさんのおかげで R1 やライブ、<え> YouTube で活躍するという他人任せの1年でしたね。ラジオを聞いていて山名さんいつか変わるだろうと思ってましたが、最後まで変化なしでしたね。他のリスナーさんも思っていると思いますが、谷さんと同じく私も山名さんは変化しないなと諦めました。<laughs> この味がパンパテの魅力だと思うことにしたので、引き続き皆さん頑張ってください。最後まで聞いた記念にステッカーをサイン付きでください。ありがとうございますありスじゃない <laughs> 許してもらったわけじゃないから、ほんまに幻滅してん、ねね、<う>のよもう、できひんがかわいい年齢じゃないかで、ね、<laughs> できひんざまも、そう、できひんざまを磨くとかもあるからない、ね、そうそうあなるほど。<laughs> ああ、なるほど。分かってんやろ、お前。えー、んな、お前。喋、えー、らせてくれ、最後うっ、えー。ラジオネーム、菅野さん。 菅野さん初回放送から毎週欠かさず聞いています火曜日になると夜更新されるから頑張ろうと思えていたので、うん、終わってしまうことが信じられません、うん、特に文庫のコーナーが好きで特に8月1日分の「クマ見て忘れられんくなったやつ」<laughs> ことラジオネームいたずらキッドさんの回は繰り返し聞いています <laughs> し振り返ってみると第1回でどんな番組にしたいかお話しされていた時に出た俺が何やろアニメを教えてほしい、うん えー、とにかくセックスセックスセックスブスが嫌いと言ってるらしいねお、うん、前が喋らなくても心配しないでほしい、うん、と言ってるらしい<ー>全てに触れる番組だったなと感じます終了してもポッドキャストはしばらく残るのでしょうか春から更新されなくなってしまうのはとても寂しいですがこれからもパンプキンポテトフライのお二人の活躍を楽しみにしていますありがとうございます,います確かにな、うん、そうか 心配しないで、喋らなくても心配しないでほしいって言ってたのに、泣いてしまった。一回。一度ね。喋らんし泣いても大丈夫。しらなくて心配される。さすがに。泣きまでいった。心配しないで大丈夫やありがとうございます。ありがとうございます。熊のやつおったないや、ったよ。熊のやつおった。俺も今思い出した。一で見たよな。おもろかったな興味深い。感動の。 ピークが来ちゃったみたいなこっから先これより楽しいこと楽しいことあるのかなみたいな絶対あるやつう。これが絶対あるやろって言って絶対あると思うもんああおったねありがとうございますありがとうございますえ想きなこさんめ想きなこさん谷さん山さんこんばんはつるぎ最終回ということでお二人に感謝をお伝えしたいと思います私生活でとても悩んでいた時に剣に出会いました 私はずっと不安で心が重くなりぐるぐる考え込んでしまっていたのですが、うん、お二人のラジオでのトークや空気感でとても救われました、うん、ありがとうございました、うん、ありきたりな言葉でしか伝えることができないのですが私ができることで感謝を表そうと思いファンアートを書かせていただきました、うん えー、少しでも感謝の気持ちが伝われば幸いです。一年間、剣のおかげで楽しく過ごせました。スタンド FM でのラジオを引き続き聞かせていただきたいと思います。お疲れ様でした。ステッカー希望です。ということで。ありがとうございます。はいファンアートです。絵を描いてくれたと。えー、すごいですね、これは。なよこれちょっと、サヤさん、これ<ー> SNS 上げといてください。可愛、うん、らしい。お前剣と。電話の上に座ってんだよな、なこれ。 でお前は酒持ってて、うん、俺が剣持ってて <laughs> お,ーお,ーお酒もつってねここに一、うん、年間ありがとうございましたなるほど、ね、ありがとうございますありがとうございます可愛、うん、い,いね可愛い,い 映画ね。映画ね。映画かわいい。ありがとうございます。ラジオネーム、ジャガイモくんに。ジャガイモくんに。谷さん、山名さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちはアンプキンポ・デ・ドライの剣は終わってしまうとのことで、うん、毎週火曜日の楽しみがなくなってしまうのがとても残念です。文行でサラリーマンの愚痴を聞いてくれたこと。 その後、ステッカーかツ上げの被害にはありましたが、間違いなく谷さんとお話しできたことは <laughs> 人生の大きな思い出の一つとなっています。<laughs> そんな僕ですが、4月から昇級し、役職がつきます、うんえー。今後も年上の後輩はキモい晴れ物スタンスで仕事を頑張ります。<laughs> これからさらにお二人の活躍を見られるよう楽しみにしています。お体には気をつけて今年こそ 必ずライブに行かせていいただきます楽し時間をありがとうございましたありがとうございます。ジャマ君にはね。よ、なんか、そうね。送ってくれて、そう。本当にね。ただいいやつか。そうね。いじめられてさ。最後、だるって言ってもたやつ。電話切るときに。え、新鮮な肉体。新鮮な肉体。さん山田さん、こんばんは。また、する一年間、お疲れ様でした。いろいろ、うよ、曲折あったり。逆に、なさすぎる。 もする不思議なラジオでしたが、うん、いかにもファンポテらしく楽しい番組でした、うん、お二人の性格や価値観関係性など今までネタでしかファンポテを知らなかった方々にも谷さん山名さんの良さが伝わったのではないでしょうか、うん、特に山名さんの魅力や持ち味が存分に生かされたと思います、うん、また彼女さんからのレターが来た際の反応や黒ひげ聞き一発の時の尻餅ちなどの リアクションがドッキリスタートしての素質を感じさせました。どうか業界のお偉いさんが剣をチェックしていることを願います。ありがとう。ありがとうございます。聞いてくれてん,んな、うん、ちゃんとインチキ番長の動画まで見てもらって。<laughs> ありがとうございます。確かに。めっちゃでやで、百回 <laughs>、百何回とか。<laughs> それ見てるってすげえな。だいぶファンでいてくれたよね。この番組の確かに。だから。その山名さんの。良さが伝わったの。おお、うん。このドッキリとか。うん 黒ひげの尻持ち。もう素人やと思われて。<laughs> <laughs> いいとこそれ。<laughs> マジで <laughs>。 山ダのほんまにんか介護番組みたいな感じでもありましたもんね r 1挑戦させたりありがとうございます一人でライブやらしたりありがとうございますねインチキ番長のとかやらせてもらってそれ終わるわそんなそんなお前どうでもええからヤ山ダがどうとか N93 が終わるか山がいっちゃんまんちゃうかなこの番組終わったらもうこんなことないやろかなフューチャーされること普通に暮らしててううん 普通に暮らしてないや、そうだ、まぁ確かにこの番組のスタッフさんとか、この番組てディレクターさんには大変お世話になりましたもいろいろやらせてもらって。いや、山田がいっちゃんこまんちゃう。やることなくなるやろいや、確かに。やってる感をくれてたやんな、結構。まあいろいろね、これやったら、これやったらって、もう場所取っちゃおうよとかやってくれるのが島田さんやったしね。 だからもう分そ,そんな人おらんからな <laughs> そういうのいやおらんねんてか別にその変な話じゃなくて、うん、普通おらんからなどんぐらいお前がありがたいことか分 <laughs> かってるか分からんけど、うん、おらんで普通に知らんからなお前が出れへんとかみんな <laughs> まあそう,、ね、そう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 ん、うん、自分のこんな小規模なエリアの自分の番組のタレントじゃないとやる意味ないからな、うんうんうん そうそういやほんまにそれはありがとうございます確かにもう<ー>終わりですさお前いえ頑張ろう復活頑張ろう <laughs> お前はんかもう彼女と揉めとけずっと <laughs> 揉めてます <laughs> しょうもない <laughs> <laughs> えいやえー、わいいっすよ島田さんそれええわそれ <laughs> 引きないねんその山田周りの話別にこのブース内しか盛り上がってないんですよ <laughs> インチキ番長で分かったでしょもうえ逆に山田面白いとか言ってるのほんま<え>マジ島田さん <laughs> <laughs> ありがとうございます世間興味回答者すら呼ばれてないやんおもしろでも <laughs> <laughs> お山田の彼女の、うんえー、料理が何かの形でちょっと 手に入ってるんで、そういうのを上げていく、S. N. S. として、通の S. N. S. を残すかもしれない。という提案を今島さんは。本気でしています。本気で。しています。はい。でもそれはね。ちょっとまあまあ、後々ちょっと触れますね。画家じゃないもんね。画家じゃないもん。ステッカー欲しい方よりメールを送っています。最初始まった時は文句ばかり言ってましたが、どんどん面白くなっていき。 剣だからこそな内容なども聞けて今では配信日の火曜日が楽しみになってきていましたなので終わってしまい残念ですお疲れ様でしたありがとうございますステッカありがとうありがとうごモネさんねもう一回モネさんです中じゃないモネさんこんばんは事務的な質問です番組が3月中に終わってしまうとのことですが youtube の動画や配信されているラジオは消されてしまいますか正直なところ十番勝負を全く見ていないので消されるのであればそれまでに見ておきたく 教えていただけると大変ありがたいです。ありがとうございます。モネさんなんかめちゃめちゃあれやで。んやんなうんじゃなくて知ってるやん普通に。あのよう来てくれる人もそうそうそう。その人が見てないのすごいね。ライブもめっちゃ来てくれて俺だけ顔もめっちゃ数少ない知ってる。なんぼでも喋ったことあるしプレゼントとかもなんぼでももらったことあるけど。 それで見てないすごいねモネさんでさえ見てないのかすごいお前も知ってるもんねいやもちろん知ってるもうず長いことライブ来てくれてる人いいっちゃ知ってるぐらいちゃうんか顔そうやなすげえなそれでもいらない見てないよ見ない全部チェックしてくれてるのにいやそうやな遠征でも来てくれる来てくれる大阪とかな来てくれてるやええこえ今回ですか 今回にらめっこ対決がアップされた<笑><笑><笑>ありがとうございますい知らないですよマジでもうな,なんで一円も使わないですかその企画内容が <laughs> でやっと金使ったなと思ったあのー、黒ひげ対決はその見たことない仕様でしたけどあれなんですか五体ぐらい入ってるあんマジで見たことない黒ひげなかどっかから島田さんが持ってきてくれたんなんでシンプルなじゃないんですか<笑><笑>気になるのよ<体>どうなるのか <laughs> あと、普通にめちゃくちゃおもんないっす。あの動画、マジで。あの、<laughs> ほんまそれはなしやん、それは。85回。3日前に上った。85回。<laughs> 高評価 1! もうやめてまえ、恥ずかしい。もう。いやいや、これは最後まで。いや、パンプキンポテトフライって言わないでくれ。もうその、山名 <laughs> 対インチュー番長みたいなやつしてでよ。そんな恥ずかしいねな,なんか。こんな。この番、組でやってるねんから。やらしてよ。いや、面白くない。俺見たもん。え 本当に山名の,の素人感がとか、うん、インチキ番長のはしゃぎ感がとか、うん、その何かを見つけようと思ったけど本当に全部ぴったりおもろくなくて <laughs> あ<あ>俺唯一笑えるのが、うん、なんか無茶振りやってなんか島田さんが「うん、い,いえなんか山名山名君やりよインチキ番長とか十番勝負とか」ぐらいやってみやら、うん、やることないんだしみたいな悪ノリみたいなやってて、うんうん、実際やるってなって。うん まあ俺現場行かんけどね「大滝君にカメラ任すけど」とか言ってたけど、うん、映ってないけどさ、うん、あの島田さんがたまに喋るやんあるあもうちょっと何とかみたいな「うん、今の気持ちどうですか?<あ>」みたいなああ言うね。 てるやん優しいってぐらいお前ぐらいんか言ってるやん島田さんなんか心配で言ってくれたよ任せりゃいいのに島田さん全部来てくれたあれとかめっちゃあ言ってるやん島田さんって思うけどそうそうちょうどおもんないなほんまにあのんじゃこの動画っておもろさあるやん今この世にいっぱい全然なってないですよねもうマジでなんかおもんない確かにコメントにさ コメントついてないやなんかついてて俺見たらやっぱ2個ぐらいあったのが「谷の副音声希望」って書いてあったからちょっと入れてくれへんもう終わんねや鶴木終わんのよ終わるけど入れてくれ終わるけど木終わんのよあじゃそんな話も出たもんな副音声ありやね終わると思ってなかったそうそうそういいやんいいやんとか言ってたけど今ちなみに何個出てるんですか今 何目まであ、もう、えもう9までいってますよ。え分かってないやん。あ、勝負のパートが7番勝目まで余計って言ってるじゃないですか。余計な喋りも入ってるすあ、対決じゃなくて喋りだけの。あ、え上がるやつ。そんなえ 子相撲9だシャープ 9, です,ープ9ですけど、シャープ1とかは最初のなんか始まりますみたいなやつないいよそれも、切るなよ、ブチブチ。<laughs> <laughs> いいっていや。10番全部あげるんですかも<や>ちろんあげると。あ,るのにありがとうございます。ね島田さん。<laughs> なんでそんなこと言うんですかじゃない,よい終わるからその、しかも見てないし、誰も。<laughs> あ,ありがとうございます。ますえー、週末バスケ。 週末バスケさささん谷田さんんんススタッフの皆さんこんにちは,んちは週末バスケと申します、はい、メールなど送ったことないですが初回からずっと聞いています家事をしているのに、うん、している最中このラジオを聞くのが習慣でした終わってしまうのが寂しすぎます何かしらの媒体でまた2人のお話を聞けることを楽しみにしております、うん、これからも応援しています最後にステッカー欲しいですよろしくお願いしますありがとうございます一番いい、うん、んなんか一番いい一番いいって言ったら意味わからんけど <laughs> その <laughs> ずっと初回から聞いてて全くメール送ってきてなかっただからほんま一番シンプルな視聴者ねありがとうございますありがとうございますありがとうございますあちなみにさっきの質問答えてないよなあのモネさんの YouTube の動画配信されているラジオ消されてしまいますかを聞きたかったわけやからあれは残るんですよね一旦今のところ残す方向でなるほどだからまあでも本当信用できない てうの,の N93 ってなんか信用できない <laughs> あの急に終わるっていうし <laughs> 言い方だ急に消す可能性も全然あるんででも今んところ残るよってうらしいよしお願いします,いします多いなこれどうする <お前 S 1> いやまだ半分もいってないだマジで,いやまあでもそれぐらいになるよな、うん、でも全部読むじゃあいや 全部だってほんまに終わらんからこれ確かにすごい量これ倍どころじゃないもんでも名前は全部読みますラジオネームパリンコうどんパリンコうどんさんステッカー初期に1枚いただいてた余っているようでしたらサイン付きバージョンも欲しいですサインなしでバンバンスタッフが送ってたととにかくサインマンもくれてありがとうございますラジオネームオノノノクステッカーね1年間楽しみでしたありがとうございます カねありがとうございますラジオネームアベレージピッチャーアベレーージピッチャ言った覚えあるな口まあまあステッカ希望ですともう寂しいですことありがとうございますラジオネームマリモスリープハイカロリーいきましたケビンスパムタルト全組好きなので私にとっても最高のライブでしたいいということでね山名さんはかもなく不可もなくで何も印象がないです ステッカー希望です。ライブ出て楽しかったようて。何もないって。マリモスリープさん。はい、マリモスリープさん。ああ、一緒ですね。はい、ステッカー。ありがとうございます。え、ねじれたまたまさん。読むいますかえ、初回からずっと聞いてて、剣の隠れ大ファンです。ここからお二人の漫才を見るようになりました。剣の終了は悲しいです。文工大好きでした。好きな回は。 山田さんの彼女会「ルパン号泣会」うん「備長炭6800回」は個人的に最高でした、うん、ステッカー希望ですあ,ありがとうございます,います聞いてくれてるわね確かに備長炭6800そうやな俺の親友な <laughs> 3週ぐらい頼った時あったよ <laughs> ライドネーム熊野古道熊野古道さん 1>,、ねまあ、1年間お疲れ様ででしたステッカー希望で、はい、あ私はこの度健康を害しながら5年間勤めた会社を辞めることに決めました、うん ンポテ剣と私の新たな門でに乾杯ってでステッカー行やめんねやなんかお疲れっしょでも別にも軽いなお前お疲れさまでしたそのプラスな方やろななんかそのこのまま続けているよりはっていう感じやなうううんんんもっとやりたかったけどの感じはなさそうやなありがとうございます頑張ってくれ一緒に頑張ろうえラジオネームやっぱり運がやっぱり運がうんはい 普通すはい、ありがとうございました。あ、そうかなあ、通学中え通学中学生や。お学生か。学生も聞いてる。ええ。エロー何がお前が言ってる。ラジオネーム、キング・オブ・ムシ・キング。キング・オブ・ムシ・キング。オープニングの谷さんの「デイ」の声がめちゃくちゃ好きでした。ステッカー希望です。ありがとうございます。 虫キングの王様ね、えー、<laughs> ラジオネーム「あめ色たまたま」弱火でじっくり <laughs> 弱火でじっくりきんたま炒めた時のあ色たまたまステッカー希望した欲望ステッカー希望ですねはいありがとうございますとてもショックですと「うん、ライブなどに明日た運んでみたいと思います」と言ってる、うんうん、あ私事ですが最後の配信日の3月26日は31歳の誕生日です、うん、お おめでとうおめでとうございますお二人に祝っていただけたら嬉しくて33歳くらいになれると思います。おもんないんかいお前。<laughs> ほなほなねん <laughs> ほなねん <laughs> おもんないラジオネームねギしょうがさん。ね <laughs> ギしょうがもね。<laughs> うん、えー 谷が言いそうな一言のコーナーで一度 MVP に選ばれたり電話させていただいたりと非常にお世話になります。うんうん、ネギ生姜はほんまにそうやで。<う>あの納豆嫌いや親父が。そうですね。はい、えー。できれば一回ぐらいつるぎでイベントい開いてほしいです。うん、N 九十三でじゃなくてつるぎでこの番組でイベント。ううん、いいやんな。いいな生徒集めるみたいな。うん、いそれいいよな。うんそうそう なんんででやかしてくれミニもいうミニでもいいからいかしてくれ山名だけっていうパターンもあるからな山名だけパターンも山名だけパターン俺が舞台で剣といえばやっぱそうやんのやっぱそうそう別に山名で遊ぼうっていうやっぱラジオに後半やっぱなってったあちょっとそこでちゃんとライブやるってよりは山名一人でみたいな。 俺が客席にいるってもう完全分かった状態の山梨一人とか。いやいやな。でもその降りなよ。<laughs> 谷をももう上がってこいとか言うのなしとか。うん、でも知っ てるあの知らん、あの知らんふりもなし、知ってるけど、悪乗り手こみすぎやったよ。降りんのもなしだろ。俺も絶対、一言も喋らん。ほんまに客に手すぎる。いや、それやったら、分校生徒集めてくれ。それ、まあね、一回イベントはありですね。昼の部と夜の部に分けて。ああ、確かに、回答してくなんでこんなアグレッシブなのそれに。確かに、昼の部、夜の部、会場、えや一緒にして。 分かった分かった分かった山野俺昼行くわお前ええって頼む昼にしてくれ俺は4時からのお前は7時からのスーパーメイン俺朝11時とかでいいホン俺は朝11時俺4時からでいいもうあった分ったあったでもいいいい分校生徒集めてるなさん大先生みたいなやつやってくれし2部いいや2部 えー、ラジオネームミスターアンダーソンアンダーソンなんてお前あの子供が声くれてるやつやねあそうやそうやごめんな子供きっかけで下ネタ言って<笑><笑>ありがとうあ,あ,あれよねあの最初の頃にあの電車でちょっとねそうそう殴り屋ね殴り屋ではない、えー、今聴いてるラジオで一番面白いパンパン吊りが終わってしまうなんて信じられません、うん、スポンサーが集まらないのであれば私たちリスナーが支えます、うん タさんのペイペイ教えてください。やめろ俺使って終わりやねん、それ。ありがとう。ありがとうな、スターいっぱい聞いてくれてありがとう。協力してもらって。えラジオネーム、デカケツボーイ。おもろいね。デカケツボーイねおもろい名前。え先月ようやく最新回まで聞けたと。 えー、妻と二人で聞いて、うん、妻の少し変わった性癖を相談できる媒体をようやく見つけたと喜んでいた矢先でした <laughs> ああだから電話とかしたかったんかな,な奥さんも聞いてくれてて、うん、これって変ですかね、うん、だからは初の,その電話口二人パターンとかできたんかもしれんな,いな妻の分も二枚希望ですおで でかけつぼう結婚したってそんなラジオネームやでなラジオネームああそうなでかけつぼういとか出かけつぼろいおもろいありがとうございますラジオネームじゃんけん小僧じゃんけん小僧終わるの悲しいですと山名さんは共依存の彼女さんと仲良くしてください共依存ではないですよね好き同士ねありがとうございますじゃんけん小僧ありがとう ね、思いつかないちゃん思いつかないちゃん思いつかないちゃんよ<ー>のええー、まあ事務、えー、契約して1年で5キロ痩せましたと、うんえー、ステッカーサインない頃にもらったのでサイン入りのものを一枚いただけたら嬉しいです<おー> <laughs> よろしくお願いします食器面ですね思いつかないちゃんもねいっぱい、うん、最高声かわいいなう,うんもうお前のことが大好きでんか俺のなんか,俺のなんかエロい 観音書さんみたい自作の詩みたいなのに載せて俺だって当日というか本番あれ目通してないから、うん、読みながらさ <laughs>、うん、俺ほんまにあったことかもと、うん、思って読んでた覚えあるめっちゃ怖いっと思って <laughs> <で>じゃあそうただの妄想やってほんま良かったけど翌週かんかにもう音声で載せてなそれをやなんかいろいろやってくれたよな 音声でなんか、他人あ、そうそう、じゃ、じゃ、じゃ、その回、その回それを俺が呼んでたけど。あったっけ。みたいななんかめっちゃ怖かってんな。ありがとう。ありがとうございます。していただいてね。ラジオネーム、うすのろ、うすのろさん。自分で言うの。まあ、まあね、漫才見て。 M1 の予選でもやってて、面白かったですみたいなことやね。ステッカー欲しいですということ。ありがとう、うすのろ。いい名前。ありがとうございます。ラジオネーム、毎日アイス食べたい。毎日アイス食べたい。え無理だと思いますが、最後に吉井さんも含めて6組でイベントやってほしいです。ステッカーくださいと。ステッカーね。ありがとうございます。ありがとうございます。送りましょう。毎日アイス食べたいね。ラジオネーム、石石。 石井さん、初めてメールさせていただきます。山田さんの彼女の声めちゃくちゃ可愛い。ええー、ムラムラする放送、本当にごちそうさまでした。<laughs> めちゃくちゃ男。<laughs> めちゃくちゃ男。<laughs> 収録後に喧嘩しましたか逆にはちゃめちゃセックスだったりして。めゃお前初めてメールしてきたえやつかなどうだめっちゃ変です。つる最高またどっかで来てたら嬉しいです。スありがとうございます。う。一イシありがとうな。ラジオネームかぼちゃのバーシャン。かぼちゃのバーシャン。心残っているのは R1 挑戦ですということで。 そうやね。まあまあでもありがとう。ありがとう。でもかぼちゃのバージョンでんかネタアイデアとかも出してくれててあしてたからやありがとうございます本当に全然採用センター落ちましたいやお前申し訳ない仕方ないえラジオでも本人をさん一回も欠かさず聞いてましたおおあの。せっか希望ですということで「袋フライ」も「オールナイトニッポン」ポドキャストも。 欠かさず聞いてまっとラジオ聞いてくれてる人ありがとうございます。3月19日、これラジオでもなしですね。3月19日配信部で谷さんがステッカー欲しい人は全員メールくださいとおっしゃっていたのでラジオに初めてメールしました。ラジオに初めてメールします。ステッカー希望ですということでありがとう、お風呂、住所載ってるからね。 ステッカー欲しいやつメールしてこいって言うたんかラジオネームなしこいつもステッカーくださいただでステッカーもらえるとこみたいなとこだラジオネーム長押し1秒長押し1秒ええそねパンで終わるということで最後に相談させてくださいもうそんな時間ないねステッカー希望だちょっと今日と出してくれやありがとうありがとうなラジオネーム春一番春一番さん 袋フライからバブネ2人の存在を知りたい。サイレントリスナー。あ、そういう言葉あんねや。言うんですかなるほど。で、あの、投稿はしない。なるほど。サイレント、ええ、そうなんや。そうやね。ありがとうございます。ステッカー希望ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと聞いてくれたやな、一番。えラジオネーム、肉みその2。肉みその2。 えー、去年10月のお笑いの日内のつか,みワインつかみワングランプリの犬が忘れられずにパンポチさんにはまり二、えー、度ほど生で漫才を見させていただいたものですありがとうございます、えー。そんなきっかけもあんねんな。うん、ラビットの。うん、ラビット内。お笑いの日か。うん、お笑いの中の。キングオブコントの日の夕方か。そう,そう,そうよ、ね。高柳さんが現場でかっこつけてた。<laughs> カッコつけてたんちゃうよ。じゃあカッコつけてたんちゃう。あ総合演出。ああ、そうですよね。大丈夫だよ。総合プロデューサー。若手の皆さん、頑張ってくださいみたいな。そんな嫌な言い方してる。いや、顔してた、顔してた、なんか。そう、ちょっとしてた。ううん、んそなかチャンス掴んでくださいでたいな顔してました。あ。 いつもと違う。いや、確かに、ピリッとしてたけど。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネームなしですね。はい。ステッカー希望です。ラジオネーム、出家した暖房。出家した暖房ボすか。釣が終わるのほんまに寂しいですと。いろいろ YouTubeX やられてたのに。 で余ってるせっかくください。うん、谷さんのサインで一枚、山田さんのサインで一枚、よろしくお願いします。<laughs> まあ、それ以上できるかわからんかない。な <laughs> 贅沢やね。ありがとうございます。ラジオネーム、ももだ。ものも,もだもの、もも、うん。人生初ラジオメールでございます。うん、ありがとうございます。ます <laughs> こんなに面白いラジオが終わってしまうなんて、お笑い界の損失以外、何者でもないと思います。<laughs> そうか。<laughs> そうよなって後押しいない。そうか本当に存続してもらいたいですい。<laughs> うん、そのクラウドファンディングなんてどうでしょうかとか。おお<ー>。そ,そう,うありがとうございます。サインリスト化希望です。ってほんまにありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。うん ラジオネームアジアの塩焼き。アアジアの塩焼きえー、谷さん、山田さん、こんばんは。んんはサスペンダーズの YouTube でパンポで剣が伊藤ギャラクシー賞の2位として紹介されています。<laughs> ああ、そうなんや。あ伊藤がねあ。伊藤、めっちゃラジオ聞いてんのな、そ<う>サスペンダーの伊藤が。があ俺は伊藤ギャラクシー賞の2位やったんや。いや、そうやらしいで。俺、この間、ライブだったら紹介させてもらいました<ー>って、伊藤言ってた<う>、うん、ああ、DM 来たわ、なんか。 あの顔と名前使っていいですかだけけ<ー>内容聞ななかったけど、うん、あそうよね、うんね伊藤がその時言ってたけど、うん、内容そこの中で触れたのは、うん、なんかそのパンポテの剣で、うん、なんか「山名が泣く回やったのに、うん、話題になってなさすぎるっていう <laughs> <laughs> 確かに相手の山名さんに対する谷さんの気苦労を思うと複雑な気持ちになりますね。<laughs> これからも応援しててますそ,そんなんんなやったん伊藤言った <laughs> 俺にはマイルドに伝えてたの伊藤 <laughs> いや芸人は一番分かってくれる <laughs> そりゃ一般人はアホやから一般人ってアホやからそんなん分からんけど芸人は分かるからなさすがに <laughs> ラジオネームオムライス吉祥寺オムライス吉祥寺えー ありがとうございましたということですかね。まあ、谷さんがミキサー踏んづけてかかとボロボロにしてしまったかがグロくて特に印象的でした。ありがとう。あれも一年以内。まだ治ってないっす。なんかボコボコしてますわ。塞がってるけど、なんかボコボコしてます。病院行かなかったんでね。え、ラジオの竹下竹し竹下けしやん。なんかおもろかった意味じゃねんな、俺。あの、メール、ツッコミのコーナーとか送ってくれたんかな。こいつだけや。 えよし、今何してる最終日に送ってきた。竹下竹志。お前まだやってたんか。ごめんな、最近聞いて、見てなかったわ。ふ名のとこは違うわ。みんな、最終回お疲れ様ですとか、ふつおたとかやけど。よしさん、今何してるこいつだ。読みますね。竹下竹志の。確かに、それはもう読もう。まだ言うてた。紛れ込んでた。よしさんが。 大谷選手の通訳になろうと英会話教室に通い出していました。自信ネタ、自信ネタや。<laughs> ありがとう。いっぱい送ってくれたよな。サケシ。サ。<laughs> お前まだやってたんか <laughs> お。帰れよ。<laughs> もう暗いから帰れよ。お <laughs> な、気ぃつけて帰ってくれよ。ね、ありがとう。うえー、おもろ。ライドネームあったかお布団。パ<あ>ンポテぎを聞くことが通学中の楽しみの一つでした。退屈な水曜日の通学に彩りを与えてくれたのがこのラジオでした。うん、うそうか、火曜日に上がって水曜の生き死に聞いてくれてたよな。 せっかくだささいいということでありがとうございます学生さんほんまになありがとう。ラジオネームマリモスリープ。マリモスリープ。ープえー、パンパズ類最終回ということでメールしました。うん、私は去年の今頃は全くパンパズ知りませんでした。うん、しかし Q のファンだった私は。うん、なるほど。Q が出ているからという理由だけで知らない芸人とのツーマンという扱いで身のもん。うんうん、Q さんとの俺らのツーマンね。はい そこでパンボで面白いなとなり気になって名前を調べたところラジオやっていることを知ったのが剣を聞き始めたきっかけです、はい、ききき聞いてみると面白すぎてどはまりし毎回2度3度と聞いていました、うん、毎週火曜日が来るのがとても楽しみでした、うん、ありがとうございます、はい、ステッカー希望ですけど、はい、さんのファンやな確かに93好きで俺らのこと好きになってくれることあんねんな確かにタイプが全然違うね上品なうん 確かに俺がそうかでも仲いいとかもあんのかなあ<ー>ロさんまあ確かにそれもあってな見守っててくれてそこからラジオまで聞いてくれてありがとうございますえー、マリモスリープ一緒やね、うん、山田さん谷さんこんばんはまま以前山田さんの罰ゲームとして山田さんが回す役をやるのは回す会を作るのはどうかという話を以前されていたと思いますうんもう最終回ですか結局山田回し会はやらないのですか、うんまあねそのうん 終わってしまうんで、切実に残念。終わってしまうんで、そんな時間ないんです。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。Q のファン。マリマスリップさん、ありがとうございます。ラジオネームプニプニロハ。おお、プニプニロハさん。え、一年、最後に感謝の気持ちを伝えたくてということで、え、一年間ありがとうございました。長いのよ。え、 あ谷さん、先セクの悩みを聞いてくださりありがとうございました。<laughs> 愛知に来たら対戦お願いしますということで。<laughs> <laughs> まだ言うてる <laughs> うまだ言てる先にセックスの相性知りたいって言ってたね。<う>サイズとかちゃんと分かっときたいよって。そ陰愛好家や。そうです <laughs> う。もし可能でしたら、ッカー希望です。<laughs> うん、以前希望した際にすでにお送りいただいてたらすみません。うん、住所が変わってしまい、届かなかったため、<あ>再度。 来てないね多分住所変わったからじゃないですよ送ってないですよ初期やから初期ってなんかみんなダラダラしてかねザるやったよね何か感じがそうダラダラしててなんか曜日変わったりしてたしマジでうないから電話企画してるくせに曜日と時間変わったりしてたからありがとうございますラストですラジオネームクリロナの友達ですクリロナの友達 スタンド FM の袋フライで谷さんが最終回思わない方がいいとおっしゃっていたので感想メールです、うん、そんな言ってたんやなたっくんラジオの方スタンド FM の方でね、うん、いつの間にか週一更新で聞きやすくなっていたので、うん、これからたっくんラジオを毎週聴きますありがとうございますありがとすということでせいねんなたっくんラジオというのをね、はい、スタンド FM でやってるんで、はい、まあ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 別に そうね聞かんでもいいです <laughs> いやぜひこの1年でねなんか興味持ってくれてまだラジオ聞きたいっていうことは一応スタンドへもあるんでそっちも。いやいやでもその島田さんとかその希望捨ててないからもうあの決定したけどまだまだ<え>そうそうそう普通さ <うん S 1> もっとなんかさ<う>ん,なんていうの途中で尻に引ぃつくというか。 そううスポンサー通せばとか,か終わるん確定して、最終回やけど、うん、なんかまだ尻燃えててさん、今さ、X はやめないんで、とか。<laughs> なんで <laughs> ラジオ終わんのに、X はやめないんだよ、な。なんで <laughs> ポッドキャストは突然復活あるんで、なんかそれまで X はやります、とか。<laughs> 山村くんの彼女の、なんか写真送ってください、<laughs> 言ってるから。<laughs> ありえるからもちろん「たっくんラジオ」の方も聞いてほしいよ。これと別に変な話企画がないずっと下まで言ってるようなラジオやけどもう聞いてほしいけどこっちもねエク続俺も一つも理解できてないん説明してあんま言ってんねん。か歌ってるとこ載せてもいいしみたいなんか分からんけど何言ってるか分からんねんけど。 諦めないぞという姿勢ルーキーズみたいなそうそうそうなんか多分そのお客さんといこかファンのリスナーの方に対する提示もあるやろうし多分、うん、その TBS の社員にも多分なんか分からんんかなんか,なんか 野良の人やからさやっぱさんは制作会社のこと野良なて人からそのんていうの終わったと思うなよっていうそのポーズを多分見せる見せたいのか分んないいやだって普通番組が終わったらもう SNS も終わりですよ終わりやなありがとうございました別に消すまでいかんでも更新はなくなりますけど これからもしててていくと <laughs> んさんんん言言っっるるでですすだから多分終わってからも <laughs>、うん、から多分お前の十番勝負のあまりとかも、うん、もう完全終わってからだと思うし <laughs> それはそうやろねそうだからその先ももちろんそれ悪ノリじゃなくて島さんからしたらその復活っていうのは全然あると、うん、なるほど今話が出てて日時がどうこうはないけど、うん、復活ってあるから、うん、なんか続けてるの面白がってくれたり、うん そう覚えてくれてたら。うん 復活したってなるかもしれないから続けるっていうのをほんまに言ってたからありがとうございますそんなにありがたいのか変なのか全然分からんけどでもやるらしいんでやるってことはそうそうだから俺も一応なチェックはしようかなと思うんですけどだって島田さんもいろんななラジオやってて忙しいも忙しいですいやマジでそうよ高柳さんもそうやしなこのチームでもっかいやらしてもらいたいっていうの大滝くんも大滝くんもほんまなあ 島田さんのね、制作会社の。部下、部下で、もう異常なモラハラですから。モラハラパワハラが。やめろって、お前、最高やから。最終回やけど、お前。だって、な五人で終わりで飯行こうって言って。大滝君は。島田さんが機嫌悪かったら。 予定ないのに帰るもん予定あんねんって、ワタ何言ってんねん、お前。予定あるやったら言うって、普通に。これがあるんで帰りますとか言うけど。あ僕今日やめときますとか。え、なんでなんだろう。くんは石を通せる人で。店の前まで来た時あったで、一回。あの、ババのイタリアン行った時き。そう。ワタニくんの石を尊重する島田さんきり気にまず迷って行っていいか。 なんか途中で冗談みたいな島田さんが「上向くんのかい!」みたいなんでもう決めて「あ帰ろ怖い帰ろ!怖い」ということでいい会社やってそ,やそ,のそのいい面までやってますからまだで,できたらね確かにそうそう,そう X, 続く X は続くという話ですそうそうそう X 続きます、ね 最終回はもう普通はちょっと読みたかったから電話とかもいろいろあったんですけどこっちの方が大事かなステッカー送りたいですありがとうございます初めての人がめっちゃ多かったから読んでよかったわサイレントリスナーの人がちょっとありがとうございました含めていやいやそうですねもうラストですよだから何かありますか山田さんはラストね言っときたいことじゃないですけど最後ですからねお前の発言できるわっていうのは本当最後ですから 会ってよって思うほんに会ってよって思います本当にいやいやそうねなんかまあ聞いてる人でねまあ、うん、あのもどかしい気持ちになって俺にちょっと言う意見的なことをくれたりとかする人もいましたしそれなんかそんなんあったらなんか俺がなんかこうめちゃくちゃしてもうてさその収録で次の週になったら大丈夫とかもっと頑張れよとかいろいろ送ってくれたんで、うん、でも本当にその このラジオ興味持って面白いって言ってくれる人がなんか1年間かけて最後のメールとか見て、まあ、送ってない人もおるやろうけどこんなたくさんいるんやなってことが、うん、あの感じれて本当に1年間ラジオ楽しかったですありがとうございましたなでもほんまに別にボケじゃなくその、うん、山名さんなのないたい面白かったですとか、うん、その彼女さんの会面白かったですとか、うん、いっぱいあったから、うん、ほんまに。うん、それは こっちの方が大事だから別に、うん、マジでな、うん、そ,のそうそう,そう,そうありがとうございますありがとうございますお前からはそっからは別に全然 <laughs> ちょっとなんか僕明日沖縄行くんですよ <laughs> <laughs> 僕明日から。<laughs> それでもあるやろ別に沖縄関係ないでよ僕沖縄行くんですだから何やねんマジでもう早く帰らないでいすよマジで1年間やってきてお前京都までやってんねんからさいろいろメッセージでなやってよいやそうやな1年間やってきて感想うんまあ終わるん寂しいしもっとやりたかったけどまあええそうやな終わるん寂しい 悲しい、楽しかったのに、悔しい、えギャラ安すぎ、えお前喋らんすぎ、スタッフふざけすぎ、外れチームすぎとか、いろいろありますね。いいと悪いが。そんなにはいらん。錯綜してます。錯綜してます、本当に。いや、終わるやろとかもあります、普通に。はい。まだ、そうそうそう。だから別に全然。はい。てかもう、そのバトラるのが嫌やったから、俺は正直。まあ、それは最初から言うてたから変な話。うん。だから終わるめっちゃ寂しいけど、ほんまにな。うん。まあもう、その、 なんかね俺お客さんとかでも言われたことあんねん<何>なんか「パンポテ剣」「パンポテ好きなんですけどこっちのまああえて本名言わないですけどこっちのが好きなんでパンポテ剣一回も聞いたことないんです」とか<う>再生数とかが一応真面目な人もおって、うん、ってなった時にさ「ああじゃあ俺らのだけ聞いて他の聞いてない人もおるんやな」とか思ったりもしたからうそうなんかちょっとなんか。 なんやろ不衛生やな環境って。はいはい。そのバトルって。バトルを競わせるということだよね。が、なんか。 ナンセンスった。<laughs> ごめん、そういうのじゃないんだ、大人 <laughs>。じゃなくて。<laughs> だから、<その S 2> これが終わるって分かったら、<laughs> そういう人らが全話聞けるわけですから、言ったらもう関係ないわけだから。そう,だけどそういう人らの救済イベントとしては素晴らしいと思うし、<や>うん、もう <laughs> バトルとかナンセンスっとか。真っすぐ、一年間楽しかったとか、うん、そういうとこだけでもなんかさ。うん。うん 生徒これからついてこいよとかさ <laughs> そんなんでもええからさい <laughs> やいや確かにいや,にいやもう本当にありがとうございましたほいやでもそうだからそこだけちょっと気になってて俺らのこと好きやけど俺らの聞いてない人も、うん、他の人のことも好きやのに例えば俺らのこと語したいからって、うん、ほんまに真面目に岸田さん聞いてない人もおんのかなとか<ー>思ったらちょっとそれってなんかね 全然良くない関係。で足引っ張り合いやん、伸ばし合いじゃなくてな。まあまあ、そういうのは、まそうやな。うん、システム気性いいなとは思ってた。じゃあ、これ最終回で。ありがとうございました。<laughs> また会う日まで。またありがとう。<laughs> <laughs> ありがとう。<laughs> ありがとうございました。